小花のコウモリ層は、キクカコウモリ層属の多年層。日本国内では最も高所に生育するコウモリ層属の一種。別名、鳥海コウモリ。根茎は短く、横層する。茎は直立し、高さは60から150センチメートルになる。茎のチューブにつく葉は、草質で、葉芯は、平田三角形状人型で、丸みがあって壊されつし、 長さ6から1 1トル幅9から1 8トルになり、角裂片の先端は短く尖り、基部は心形になり、円は荒い血黒状の巨子となることが多い。隠れっぺんは、呼ぶすま草、はやちモリコウモリソウのようにお上に伸びることはない。傭兵は、長さ3.5から8センチメートルになり、翼があってその基部は、 中場茎を抱き、耳と呼ばれる小型の幼少を作るが、幼少は円筒型にはならない。翼がなく、茎を抱かない時もある。夏季は8から9月。登場過剰は早上、または円錐状に多数付き、すべて両性の筒状がなからなり、頭花の花柄は長さ3から25ミリメートルになる。双方は筒型で長さ9から10ミリメートル。 双方圏は一列で7から8個ある。一頭花は8から13個の筒状花で構成されており、果敢の長さは7ミリメートルで、色は紅白色をしている。果実は円柱型で、長さ4から5ミリメートルになる。痩せかで、長軸方向の量が目立ち、毛はない。肝毛は白色で、長さ5から8ミリメートルになる。日本固有種。 本州の東北地方の日本海側山地に分布し、落葉紅葉樹林の林内や鉱山帯の寒木林の園に生育する。種商名長金室は長海山野の,の意味。命名者の工藤雄春が1904年8月に鳥見山六で採集したものがタイプ標本となっている。和名、小花のコウモリ草は、 工藤雄春による命名で小花コウモリ草のことであるが、海底審判日本の野生植物後のコウモリ草族の執筆者である角田雄一は小花コウモリ草だが、どの種と比較して頭鼻が小さいかは不明であるとしている。ありがとうございます。